たな気持ち。
これな。何か用か？これでいいか？よし、終わったぞ。また来てくれ。明日は舞踏会ね。舞踏会にはいい思い出がないけれど、今回は楽しみだわ。エーデルガルト様に群がる男どもを叩き潰すという意味では違いはありませんがね。確かにエーデルガルトは可憐だからね。だが舞踏の華麗さでは私も負けては。エル君、踊りの筋は悪くないのにちょっと直視に耐えない点があるのよね。まっすぐ見られぬほどまばゆいばかりと。褒めてくれてとても光栄だよ。君のその前向きさだけは少し羨ましい。僕も理論上は踊れるから参加するか。私は無理。舞踏会で踊る私なんてまさに森の中を泳ぐ魚のごとしです。確かにお前たまに口を魚みたいにパクパクさせてるもんな。なんでそんなこと言うんですか。どうせベルなんて鉄板の上の魚ですよ。鉄板って。いや、なんでもない。そういえば踊る相手を選べるんだよな。俺誰を誘おうかな。露骨に話題を変えますな。私はエーデルガルト様が望むのであれば。私舞踏会頑張ります。今夜獲物念入りな手入れします。待ってペトラちゃん、何か誤解してないかしら。はい、大丈夫です。相手選びます。華麗に叩き潰します。まさかのヒュー君のせいだったわ。ところで皆に提案があるの。5年後の今日また大修道院に集まらない？同窓会か。いいなそれ。5年後はガルグマク大修道院の千年祭の年ですな。その時には史上類を見ないような祝祭が催される予定だと聞きました。それは盛り上がりそうね。まあ先生に会いに来るいい口実じゃないかしら。成長した自分見せます。先生喜びます。握手です。良いです。5年後に皆がどうなるかはわからないけれど、私は信じている。前を向いた皆がここに集って再会を祝せると。僕は5年間も先生がここに勤められるか、それが心配です。勤め続ける必要なんてないわ。
先生も来てくれるわよね。忘れないでね、先生。万が一千年祭が中止になろうとも、私は必ずここに戻ってくるわ。逃げ出してきたのか。ま、随分ともみくちゃにされておったからな。人気者の先生はつらいの。ほっほっほっ。次から次へと踊りたいという生徒が現れたではないか。まったく。してどこへ逃げ出すつもりじゃ。修道院の中はどこも浮かれた生徒で。なるほど、女神の塔というわけじゃな。くれたんですね。なぜって、私が先生を呼んだからですよ。私の手紙読んだからここに来てくれたんじゃないんですか。嘘。じゃあ偶然。そっか、ちょっと残念ですね。呼び出しに応じてくれたんじゃなくて。でも偶然にも会えたっていうのも、それはそれで運命的な気がします。何しろ今夜は舞踏会なんですからね。私が誰かといる時の視線がね、先生と二人きりならいいんです。それに私の手紙を受け取った先生がどうするか知りたかっただけですから。私は先生が来てくれるんじゃないかなって思ってましたよ。まあ、そもそも手紙を読んでもらえてなかった時点で、一人寂しく待ちぼうける可能性さえあったみたいですけどね。まあ、それはそれとして、先生がガルグマクに来てもうすぐ9節、そろそろ先生にも意中の人ができたんじゃないですか。本当ですか。誰だろう。気になっちゃいますね。あ、無理に聞き出したりはしませんからね。思い人は秘めておくものです。それじゃあそろそろ私は退散しますね。もしかしたらその思い人とやらが先生に会いに来るかもしれませんし、また後で私とも踊ってください。
楽しそうじゃの。お主はもう踊らぬのか。そうか、つまらぬやつじゃ。わしに体があれば限界まで歌って踊るというのにな。おや、お主と同じく見守るだけでよいものがあそこにもおるの。うん、わしは退屈じゃ。後を追わぬか。えい、さっさと行け。お主もあの者の真意が気になると言うておったではないか。ん？かすかに歌が聞こえるような。あちらからじゃな。誰かに歌って聞かせていた。これはわしが作った歌。いや、そのようなことあるはずが。仮にそうだとして、なぜあの者が知っておる。まさか。いかん、急に眠気が。なんじゃ、お主もか。とく寝床へ。すごかったよな、この前見せてくれた弓の腕。あんな離れた的のど真ん中に立て続けに当てちまうんだもんな。大したことじゃない。いやいや、すげえかっこよかったぜ。今度弓の技を教えてくれよ。気が向いたらな。おっしゃー、じゃあ明日でいいか。いや、確約はできん。気が向いたらと言ったろ。なんでだよ。他のやつとは約束してなかったか。まさか俺じゃダメだってのか。何がいけねえんだ、教えてくれ。別に君がどうこうではないが、まあ教えてやろう。私は帝国が好きじゃない。ダグザの出といえばわかるだろう。ダグザって、あのダグザだよな。数年前に帝国とでかい戦争をやった。フォドラのずっと西、海の向こうにある大地の。そうだ。まあ戦争は昔の話だが。そうだったのか。そりゃ帝国は嫌いだよな。しかも俺の親父はその戦争で大将軍として軍を率いてたはずだ。ダグザ人を殺しまくった奴の息子なんか関わりたくねえよな。そこまでじゃない。君らの世代に思うところはないから気にするな。え、じゃあなんで俺に弓を教える約束はできないって言うんだよ。君もさっき言っていたろ、他の奴に教える約束がある。同時に何人も教えるほど暇じゃない。だから当面は確約はできん。そういうことかよ。心配して損したぜ。まあ
昨日の敵は今日の友って言うしな。俺はシャミアさんと絆を深めて、ダグザと帝国なんていうわだかまりを捨ててな。団長はどこです？団長を見なかったか？仕方ない、貴殿だけでも。戻ったぞ。悪い、前の任務が長引いてな。おお団長、大変です。礼拝堂のあたりに魔獣の群れが現れたと知らせが。そんなバカな話があるか。城郭が破られたって報告は聞いてねえぞ。だから急ぎ確認に向かおうと。団長も行きますよね？当たり前だ。礼拝堂は俺とこいつが警戒と調査を命じられてた場所なんだよ。妙な話だが、その前に複数の生徒が礼拝堂の方に行くのを見た者がいるのだ。どうも様子がおかしかったらしいから、正気ではなかったのかもしれん。で、それより数刻後、魔獣がゾロゾロ現れたという話なのだ。魔獣が外から侵入したはずはねえ。もしかすると、まあ今は考えるよりも行動だ。お前はすぐに学級のガキどもを招集しろ。ったく、お前に話があったんだが。落ち着く暇もねえな。まあ別に急ぐ話でもねえ。俺は先に行ってるぞ。
確かに魔獣どもが嫌がる。出所は礼拝堂と見て間違いねえだろう。俺は礼拝堂に向かう。お前らは逃げ遅れた生徒たちを保護してやれ。助けてくれ。魔獣が、魔獣が、キャー、誰か来て。魔獣め、こっちに来るな。おっしゃ、行くぜ。行きますか。仕事だ。これも仕事だ。はあ、チするわね。痛い目見るわよ。人は私の力見せてあげる。石みてえなもんが。Thank you.
りゃ手を貸せ。策を披露しよう。この程度では満足できないな。貴族やっぱり魔獣の正体は生徒だったか。しかし何だってこんなことが。助かるぜ。悪い。ございました。逃げ遅れた友達も無事でしょうか。
ません。危ないところでした。助かった。ありがとうございました。礼拝堂には何の痕跡もねえか。だがルミエル村の件と無関係とは思えねえ。おそらく奴らが。待ってください。ああ、まだ逃げ遅れた生徒が残ってたか。さっさと戻んな。はーい。うざいんだよね、おっさん。私の素敵な計画を邪魔してくれちゃってさ。さっさと戻んな。はーい。渡してもらわねばならぬ役目があるのでな。すまんな。これ以上一緒にいてやれそうにない。初めて見るお前の涙が俺への手向けとは、嬉しいやら悲しいやら、ありがとうな。ジェラルトの部屋か。お主まだ泣いておるのか。時を戻す力をもってしても救えなかったとあらば、もはや定めと諦めるほかあるまい。うん、あの邪悪なる者たちをこのまま野放しにしておくわけにはいかぬ。そうじゃ、ジェラルトが探せと言うておったのはその棚の裏ではないか。これはジェラルトの日記のようじゃ。顔に似合わずちまちました字を書きおる。ミオ、これはお主が生まれる前じゃろ。ずいぶんと前から書いておったのじゃな。そこを読んでみよう。1159年、綱弓の節。綱弓の節、二重の日、曇り。あいつの死がまだ現実のこととは思えない。子を産む際にあいつは命を落としたとレア様は言っていたが、本当にそうなのか。そしてあいつが自分の命と引き換えに産んだ赤子は産声さえ上げようとしない。角弓の節、25の日、雨。相変わらず赤子は泣きも笑いもしない。レア様は心配ないと言っているが、泣かない赤子なんて普通じゃないだろう。こっそり医者に見せると脈は正常だが心音が聞こえないなどと抜かしやがった。
飛竜の節、二の日、晴れ。赤子を連れてここを出ようと思う。だが赤子には教団の監視がついている。レア様が何を考えているのかわからない。あれだけ素晴らしい方だと思ったレア様が今では恐ろしい。飛竜の節、八の日、雨。昨日の火災を利用して赤子が死んだことにした。レア様は異様なまでに焦っている。だが後戻りはできない。俺がこいつを連れ。赤子とはお主のことか。とすると、ん、誰が来たようじゃ。やはりここにいたか。よもやジェラルド殿が、我が団長がこのようなことになろうとはな。あのお方は貴殿のことを何よりも大事に思っておいでだった。不器用な方だったからな、貴殿への愛情を直接伝えるのは照れくさかったのだろう。こうなった以上、今後はこのアロイスが団長に代わり貴殿を守ると約束するぞ。すまぬ、このような時に長話などするものではないな。レア様が貴殿を呼んでおられる。それを伝えに来たのだ。ではまたな。ここに来れば日記はいつでも読める。残りは後でゆるりと読むがよかろう。じゃが、そうか、わしには一つ分かったことがある。わしがお主と共にあるのは、おそらくは。待っていましたよ。誇り高き騎士を失ったこと、私も哀戚の念に耐えません。私にとってジェラルドは長年の同志であり友でもありました。とても昔とだけ言っておきましょう。その頃ジェラルドは王国の兵士でした。戦場で傷つき命の灯火が消えかけていた彼を私が助けたのが最初の出会いです。以来セイロス騎士団の一員として聖教会のために尽くしてくれました。彼はガルグマクで一人の修道女に出会い、やがて二人は愛を育みました。しかし彼らの子が生まれるのと引き換えに修道女は命を落としてしまったのです。彼女は我が子と自分の命を天秤にかけ、子供の命を救うように私に託しました。彼はその事実を受け入れられず、赤子をあなたを連れて突然出て行ったのです。それはあなたの母親は私の。お話し中のところ失礼いたします。レア様、急ぎお耳に入れたきことが。周辺を張っていた騎士団からの報告になります。今日はもう下がりなさい。今は体を休め心を静めることのみに専念するのです。いいですね。白雲の章、守護の節、女神の行方。守護聖人セーロスはかつてのこの季節に姿を現した。フォドラ中で巻き起こる戦火に心を痛めた天上の女神が使わしたのだ。セーロスの頭上では白き者が翼をはためかせ、
戦いに赴く彼女らに文字通り追い風を送ったという。またここにいたの先生。涙の後あなたも泣くことがあるのね。という言い方はひどいかしら。そうよね、私も昔同じ言葉を投げつけられたことがあるわ。先生、あなたは今立ち止まっているだけなの？それとも座り込んで薄くまってそこから動けなくなってしまったの？どちらでもよくはないわ。あなたらしくもない答えね。先生、人の悲しみはその人自身にしか理解できない。どれほど同情し共感したとしてもそれは傍観者の涙に過ぎないわ。だから私はあなたと共に泣いたり、あなたと共に立ち止まったりするつもりはない。私にできることは、私が前に進むときにあなたに手を差し出す、それだけよ。ルミール村や礼拝堂で実験とやらを繰り返していた謎の組織、彼らがまたガルグマクの近くで何かをしてかそうとしているわ。大司教殿は騎士団を使って大規模な調査を行っているみたい。まだめぼしい情報はないけれど、じきに敵を発見できるでしょう。そうなった時、先生は私たちを率いて戦いに赴かないの？その準備もせずに、ただここで漫然と時間を過ごすのがあなたの選択なの。先生、あなたの答え楽しみにしているわ。まったく、なんと偉そうなやつじゃ。お主言われたい放題ではないか。さっさと立ち上がれ。どうせ答えは出ておるのであろう。タレス様が助けてくれるなんて、もうめっちゃ感激。お主が死ねば我らの身の神秘が暴かれる。それを防いだのみ。それにお主には残っておろう、やらねばならぬことがな。クロニー、もちろんゾロンと協力してやるよ。任せといて。うるさい奴だ。お主には煩わしかったか、エンテイよ。目を離せぬのだから致し方あるまい。お主は我らの最高傑作。汚れた獣の血を焚き火とし、神をも燃やし尽くす炎なのだから、今こそその力でフォドラを洗い流す時。それこそが我らの救いとなる。ダスカーデ、アンマレデ、むごたらしい行いを繰り返してきた貴様らに、果たして救いなど来るかな。すべてはお主が力を得るためにやったことではないか。ありがとうございます。